2007年マルティニーク地震は2007年11月29日15時19秒、ウィンドワード諸島のマルティニーク海峡を襲った地震。マルティニークのフォールドフランスを信号とするマグニチュード7.4の地震である。地震はマルティニーク、ドミニカ国、セントルシア、グアドループ、モントセラとアンティグア、セントクリストファーネービス、イギリス領、バージン諸島、 アメリカ領、バージン諸島、プエルトリコで強く感じられた。マルティニーク、ドミニカとグアドループで停電が起きた。それ以外のカリブ海東部諸島、すなわち北のプエルトリコから南のトリニダードトバゴまでも感じることができ、ベネズエラ、ガイアナ、フランス領ギアナ、スリナムなど南米北部でも感じることができた。ベネズエラのカラカスでは人々がオフィスビルから避難した。 マルティニークとドミニカでは EMS98 スケールの震度6から7に達した。地震の周辺地域では南アメリカプレートがカリブプレートの下に沈み込んでいるが、地震は南アメリカプレート内に起きており、プレートが緩やかにずれている結果である圧力によるものだった。ありがとうございます。